部長夫人の秋山千夏よ。所得前に野良犬がおしっこしたの。今すぐ掃除してきて。はいあの、どなたかと間違えていませんか私の家の下の階に越してきた佐藤さんよね。はい、そうです。あら、やっぱり間違えてないじゃない。私は社宅名簿見て、あんたに連絡してるの。犬のおしっこ、匂いが残るからすぐに掃除したよ。 特に野良犬なんて何のバイキンがいるか分かったもんじゃないから。どうして私がそんなことをはあんた今日引っ越してきたばかりでしょそうですけど、新入りで見たこともない夫婦だって、婦人会でも話題よもしかして地方から本社勤務になった平社員え <laughs> 私の査定力はどうおとりでしょ 地方勤務から出世して、本社移動になったかもしれないけど、調子に乗らないでね。は本社勤務の中では、一番格下のペーペーよ。つまり、一番婦人会のために動き回らないといけない存在なの。はあ。おしっこの掃除が終わったら、裏の公園までダッシュできて。はい今日は社宅の婦人会でバーベキューをするのよ。 裏の公園が無料開放している施設でね。今日みたいに定期的にバーベキューをするのよ。そうなんですか。新入りの歓迎会でもあるんだから絶対参加よ。あの、でもまだ片付けが残っていて、そんなもんいつでもいいでしょあのね、この社宅で一番偉い部長夫人の私に逆らわない方が身のためよ。それは脅しですかそんなんじゃないって、ただの警告。 前にも私に逆らうバカな妻がいたのよ。私の命令なんて聞けないって。そうみんなの前で言ってね。私に恥をかかせた平社員の女がね、いたのよ。その人どうなったんですか夫の権限で首。え、首解雇理由え理由そんなの無断欠勤とか、経費横領とか、そんなもの。適当にいくらでも後付けできるのよ。それって不当解雇じゃないですか でも部長権限で可能なの。すごいでしょ私の夫は。ちなみに、生意気犯行女の夫の解雇の情報は、見せしめに社宅の掲,の掲示板で公開してやったわ。社宅でそんなことを部長も奥さんの一言で社員をクビにするんですかうふ <laughs> あの人は私に属婚なの。昔からね。私の言うことは何でも聞いてくれるわ。ってことで、 あんたの旦那の運命も私が握ってるのよ。私が白といえば黒でも白になるのはこの社宅。社宅では権力ある女が王様で、王様の命令は絶対なのよ。こんなの放置帯よくみんな我慢して、なんて無茶苦茶の社宅なんでしょう。ちょっと、言ってくれるわね。この社宅の安全と平和は私の管理のおかげなのよ。おかげで私が来てからは、空き巣とか放火の被害もゼロ。 被害者が被害を報告できないパターンもありますよね。圧力とかでごちゃごちゃうるさいわね。さっさと掃除したら指定するバーベキューの材料を買ってきなさい。今すぐに行動して。妻の行動も夫の査定に入るんだからね。マリさん起きてる今何時だと思ってるんですか普通に起きてますよ。ヒロ社員の妻で専業主婦なんて、 昼まで寝てるぐーたら嫁だよと思ったわ。朝は早いんです。あっそ。ところで今週末ね、バーベキューすることになったわ。またですか昨日したばかりじゃないですか。もうたくさんですよ。何言ってるのよ。昨日のは婦人会のバーベキュー。今度は社宅全体でのバーベキューなの。つまり、偉い人も下っ端もみんなで集まる大イベントなの。また指定する材料の買い出しお願いね。 あの、昨日の買い出し分のお金ももらってないんですけど。ああれはあなたのおごりでしょ引っ越し挨拶代わりの。そんな勝手な。昨日分だけで5万くらいしましたよ。お酒も肉も魚も野菜も帰って指示されて、勝手も何もそれが恒例なの。5万くらい何よ。夫の首に比べたら安いもんじゃない。他の皆さんも最初は全員自腹バーベキューをしたわ。 それって、千夏さんの命令ですす。私の一声でね。ここでは誰も私に逆らえないの。随分と腐った社宅になっていたんですね。気づかずに心が痛いですよ。はくだらない理由で解雇にされたり本当に申し訳ない。何上から目線の発言してるのよ。勘違いしないでね。この社宅で一番偉いのは、部長夫人の私だから。偉い人間は下を首にしてもいいのよ。じゃあクビにするね。え 私社長。はだから、私がうちの会社の代表取締役。いらっしゃいの妻じゃないの夫は副社長よそんなの嘘でしょだって、社長夫婦が社宅に住むなんてありえないじゃない社長だからって、どれでも派手好きとは限らないわよ。私みたいに質素な生活を好むシンプル派の社長もいるわ。社宅ってシンプルで、必要最低限で簡素的で、 理想の住みだって気づいて引っ越してきたのよ。そんな、じゃあ、本当に社長なんですかはい、私が社長です。なので、あんたのご主人、クビにするわ。そんな、主人は部長なんですよ会社に貢献してきた立役者の一人なのに。別に私の一声で正当な理由もなく、クビになるわけじゃないわ。実は部長にはね、社内暴力の容疑があったの。は 一部の社員から影で暴力を受けたという密告があってね。会社のカメラの四角位置にもカメラを追加したら、早速昨日言い逃れのできない証拠が取れちゃったのよ。しかも一日で三回も。社内で従業員に対する暴力行為は正当な解雇理由よ。そんな何かの間違いです。あのおとなしいうちの主人がそんなことするはずありませんストレスですって。え 今日の朝礼前、部長に事実確認しに行った社員の話によると、きつい奥さんの奴隷のような生活で溜まったストレスですって。それでつい暴力を振るってしまっていたらしいわ。そんなバカな。内助の功があればもっとよかったのにね。奥さんがこんな毒女だもん。旦那が会社でストレス発散したくなるのも仕方ないのかもね。そんなひどいこと言うなんてあんまりです。あら もっとひどいこと言いまくってたのは誰だっけそれと首になったら、社宅の掲示板で公開処刑するんだよね。オッケーオッケー。元部長夫人のおっしゃる通りにいたしましょう。掲示板とかやめてくださいよそんなことされたら恥ずかしくてここに住めなくなりますえ首になったら社宅も出ていくのよは当然でしょうちの社員だからこそ超格安で住める権利があるんだから。解雇されたら部外者でしょ 早く出て行ってもらわないと、待ってください。私のせいでクビになるとか、絶対離婚されてしまいます。そんなことになったら、専業主婦じゃいられなくなります。お願いします。助けてください。無理です。決まったことは変えられません。会社の決定に従うまでです。これもあなたが作った社宅ルールですよね。そんなものなくしてください。今日から改定して、みんなで仲良く暮らすことに方針変更します。 それはいい心がけですね。それじゃ、首の話はなかったことにはなりませんよ。最後にいわしいルールの改定をしたことは立派です。しかし、それと首の話は個別の話ですから。そんなでは、早々にこちらも手続きを行います。そのつもりで、引っ越し準備頑張ってくださいね。千夏さん、大丈夫ですか あ,あ、社長、火事のことですよね。びっくりですよ、もう本当え、火事じゃなくて引っ越し準備のことだけど。今日正式にご主人が解雇された報告だったのに、どうして火事のこと知ってるのえやっぱり深夜の社宅のゴミ置き場の放火は千夏さんで確定ね。放火何のことですか調べっくれても無駄よ。この社宅にはね、私が来た日から防犯目的でカメラを入れたの。 カメラってまさか。想像の通りよ。監視カメラよ。すべて私が管理してできるカメラで、社宅に資格はないわ。そんな、見られてたなんて。あんたが放火した瞬間、たまたまリアルタイムで見ていたのよ。急いで消火したから、誰も気づかなかったんじゃないだから火事のことを知ってるのは、消火した私と、放火した犯人しかいないのよ。まあ、バッチリ監視カメラに、千夏さんが映ってるんですけどね。 だって、不条夫人の座も、住む場所もなくなっちゃったんですもの。あげくに昨日、帰宅した夫に速攻で、離婚届を突きつけられて、むしゃくしゃして。って放火したの。最悪なクズの発想すぎて引くわ。ごめんなさい、社長。どうか許してください。ちょっと待って。そんなんで、許されるとでも他の犯罪もしてるのにん<え>監視カメラ、ここ数日分もまとめてチェックしたのよ。 あきれて口が塞がらなかったわ。あんた、社宅の人がゴミ出し行ってる間、人の部屋に入って泥棒してたでしょ。それは、被害にあった人や、他に人にも聞き込みしたけど、みんなあんたちょくちょく説盗してるの気づいてたわよ。でも部長夫人だから何も言えなかったって。説刀なんて大げさです。ちょっとお財布からお札を取ったくらいですよ。家の中にあるものなんてセンスなさすぎていりませんし。 お金を取ったら窃盗よったく、人の会社の社宅本当に随分と荒らしてくれたわね。そんなに怒らないでください。ほんの少しスリルが欲しかっただけなんですから。何も騒がないからバレてないと思って。もう社宅から出て行くんですから黙っててください。そんな都合のいい話が通るなって本気で思ってるのこんな好き勝手してきたんだから、刑務所行きも納得じゃないの刑務所 え警察呼ぶんですか社宅なのに呼ぶわよ犯罪者がいるんだから。ダメですよ警察なんて会社のイメージでんじゃないですかそんなのどうでもいいわ。従業員が安心して住める環境の方が大事だから。私、逮捕されちゃいますか執行猶予つきますよねねさあ、わかんないけど、無理なんじゃないだって放火に窃盗よ罪名だけでも極悪な犯罪者って感じじゃないこれで元部長夫人とかマジでないわ。 まだ、警察は来てないです。どうか見逃してください。お願いします。私、もう何もないんです。なのに前科がついたり刑務所に入ることになったら、もう生きていけません自業自得でしょ自分でやった罪を償う。ただ、それだけのことなのに、なんで生きていけないとか、大げさな話になるわけぐだぐだ言わないで、きっちり償いしてきなさい。これは命令です。社宅では権力ある女が王様で。 大沢の命令は絶対なんでしょその後逮捕され実刑が確定した千夏さん。首になって離婚した部長は一人で実家に帰って家業の小さな商店を継いだそうです。子供がいなかったのが不幸中の幸いだったでしょうね。千夏さんはそのまま刑務所暮らしとなり、出所後は刑務所仲間の経営する工場で住み込み従業員になったと聞きました。 私は社宅のクリーン化を図り、不当解雇された社員を呼び戻し、謝罪の上で再雇用することにしました。今の社宅にボスママの存在はなく、みんな伸び伸び暮らしていると思います。ま、あの事件以降、社長の私が社宅に住んでいることがバレてしまったので、緊張感は残っているかもしれません。それでも、千夏さんというボスママがいた時よりは、随分過ごしやすくなったはずです。 全ての意見を受け入れることは難しいですが、少しでもみんなが住みやすい社宅になるよう、これからも社宅妻として検討していきたいと思います。